皆さんこんにちは、こんばんは。ケイジ藤井です。KJ ボーンチャンネルご覧くださり誠にありがとうございます。今日は過去のライブ動画からご紹介したいと思います。今日は2012年5月3日のライブで演奏した曲を、ご紹介します。僕がここ10年ぐらい、アコースティックデュオユニットを組んでいまして、その名も八方ブサイクというユニットなんですけども、何がブサイクかというとですね、広島県福山市を中心に、ファンクソウルミュージック界で活動する、ファンクソウルの怪人 MC ブサイクという人物がいましてですね、その MC ブサイクがメインボーカル、ギター、そして、僕がトロンボーン、コーラス、パーカッション、時々ベースも弾っちゃったりとか、そんな何でもやとして参加しているこのアコースティックデュオユニット八方ブサイクの動画です。この時、演奏したのはですね、新しい街という曲です。カンザスシティバンドの下田拓さん、作詞作曲のこの新しい街、震災で、地震や津波で何もなくなってしまった街に、一つずつまた新しい街を作っていこうじゃないか、みんなで元気を出していこうじゃないか、という、そんな曲です。これからの日本にもですね、元気を、出して頑張っていかなきゃいけないという意味では必要な歌じゃないかなと思います。それでは2012年5月3日の動画から、八方ブサイクで、新しい街をお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
始めと祈りが込められた誓いの墓ができる町ができる町ができる新しい町ができる新しい街ができる朝日が昇る日が昇る新しい街に日が昇る絶望もそこから立ち上がったこの最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとでもいいなとか面白そうだなとか思ってもらえたらチャンネル登録高評価いただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 KJ ボーンチャンネルでした。